お久しぶりです。先日、啓太から電話があって一回試合やるんで来てくださいと言われまして、それからしばらく啓太のプレーをいろいろ思い出してたんですが、多分今日来られている皆さんと同じだと思うんですけど、彼のプレーで一番残っているのが中盤でのボール出し手術が異常に高く、レッズの攻撃が20にも30にもあると言ってたのが、啓太が中盤でかなりの率でインターセプトを していたというのが一番最初に、頭に登ってきました。で、なぜだろうと思って、よくもっと考えてみると、当時のフォワードはボールを取られるとすぐにものすごい勢いで後ろから追っかけて、田中達也なんか代表ですけど、でそれもサイドをちゃんと決めて追っかけてきているので、啓太は非常に狙いやすかったですね。でそういうチームだったなというのが一つありました。でその次に思い出したのが啓太のシュートですね。もう宇宙開発、これは今日もちょっと似たようなのやってましたけど、あの頃はもっとあの大画面がゴールかなっていうようなシュートを相当やってくれました。当時のサポーターの諸君は非常に厳しくて、サッカーよく知ってて、ブーイングをよくして、大変だったんですけど、啓太の宇宙開発のシュートについてはブーイングしながら拍手してたなそういう感じで、義堂監督のあの宇宙開発のシュートについては認めてたような感じがします。そんな、そういう感じで、いた中で、彼はオリンピック代表の日本代表のキャプテンとして予選を全部戦いまして、予選を通って本戦に行くメンバーから啓太の名前がない、こんなバカな話じゃない、私にも話がなかった。それで私はこの外した監督がもしこれからも代表の監督をするようだったら、レッズからは選手は出さない、こういうふうに本当に頭にきた、私が頭にきたぐらいですから、啓太は本当にあの頃辛い思いをしていたんだなと思います。でもその後、私のレッズの人気終わってから J リーグに行ったら、日本代表が欧州遠征をする、あなた団長で行ってくれって言われて行ったんですけど、その時はオシムさんが監督でした。で、オシムさんと毎晩飲みながら、サッカーの話をしてたんですけど、その時にオシムさんの言葉の足足に啓太に対する信頼感があふれてました。これで少し留意を抑えたんですが、やはりサッカー見る人が見ると違うんだなというふうに思いました。前回の山田信久君の引退試合の時に
現役にちょっと圧迫かけたんですけど、そうしたら現役頑張って殴り合いにまで巻き込まれました。で、殴られちゃった選手もいるということで、本当にかわいそうな思いをさせてしまったので、今日は何も言いません。最後に皆さんにお願いです。レッツ一筋、今日まで楽しいプレーを見せてくれた圭太に拍手をお願いします。ひと言ピシャって言ってると思ってます。
種ライバルになった続けたっていう存在があったから自分が成長できたっていうのは絶対あるんですよ。それは、まあ、続けたっていう選手もね、さまざまなプレーをベースをチャレンジ、まあ、思い起こしてみてもやっぱりそれは今自分自身にとっても、まあ、こうあらなければなということに対して指標になっているのかもしれないですね。まあ、だから僕は、彼の人生の恩人だと思ってます。そう思ってますね。で、がむしゃらに走ってる姿が一番好きです。あの危険察知能力がやっぱりすごいので、レッツ好きになったのが圭太さんだって。ちょっと体をね、ちょっと体調も良くない時期があったんで、そっちの方が心配でしたよね。あの言葉は本当に誰もがじっときましたね。まあ、そういう聞いた時はやっぱり寂しさもありましたけど、なんかかっこいいなと思いました。僕は心には浦和以上に愛せるチームがありません。だから僕はプロサッカー選手として浦和の男で始まり、それはもうすごい感動した。あそこで話をしたときに本当にあの時はなんか涙つぶしてました。嬉しいです。それは嬉しいですよね。まあ今振り返ってみると自分がいた場所がいかに美しい場所だったのかっていうところを実感します。もう少し通用するクラブがあるんじゃないかとか、まあ、例えば少しカテゴリーを落としてことも考えましたけど、どこに行っても応援してるってレッツのサポーターからメッセージをたくさんもらったときにすごく嬉しかったですし、いや参ったなと、他でプレーできないなというふうに思いましたね。自分がふとそのステージから降りたときに何ができるんだろう。けど話聞いてると無観客10人のものは結構いつも言ってますよ。まあ、これほど悲しい試合はない。やっぱ見てくれる人がいて、喜んでくれる人がいて、一緒に戦ってくれる人がいて、そういうのがプロスポーツだと思うんですよね。まあ、そこで自分のサッカー人生観というものは変わりました。一緒に戦ってきた仲間もそうですし、応援してくれた、サポートしてくれた人たちに対して、やっぱ恩返ししたいって思いましたね。僕自身ができる最大限のことを努力してやろう。立ち上げるって聞いて、校長の環境から整えて、ベストパフォーマンスを発揮できるようにっていう彼の言いたいのは、すごく感銘を受けたし、アスリートとしてはすごくプラスだと思いますよね。けどやっぱり、ね、自分自身が選手として、パフォーマンスを出すために苦労した部分があったので、そこはやっぱり、ね、腸内フローラーをむしろ改善することによって、選手の寿命を示して、ファンの方のパフォーマンスで、もっといいものを出せる、自分にしかできない道を開いてみると。自分の役割を作るんですよ。彼の人生ですのがプレスタイルに現れていたと思いますし、まあ、セカンドキャリアも現れているわけですね。やっぱり僕は見に来てくれる人たちが幸せであってほしいんですよ。でその見に来てくれてる人たちがスタジアムで楽しいなとか、いや今日は本当にいい試合だったよって言ってくれたら、もうそれだけで嬉しいんですよね。皆さんもう少しお客さん入ると僕たちも熱い戦いできると思うんで、皆さん誘って来てください。よろしくお願いします。最後にやり遂げるイメージ自分なんですよね。本当に
もう僕は自分で決めているのは必ず参加会に戻る、まあ浦和レッズに戻るっていうのは自分の中で決めていることですし、必要とされて戻ってきたいなと思います。次のステージへ進みたいと思います。本当にありがとうございます。